はい、えー、こんにちは。速可塾の久保の暗号通貨ニュースでございます。ADA ね、リサーチして2014年からもう7年になるんですけども、今日ね、81円超えてますね、これね。すごいですね。昨日70円とかなんとかで盛り上がってたんですけども、今日80円を超えましたんで、いやー、えだ。やっぱりついてきてよかったですね。 だっって2円3円3ままで行たた時ありましたからね <laughs> うんどうなってんだろう4円5円に上がったぞとか言ってね盛り上がってましたけどもまあ今はねこれは40円50円円に戻るこれからもっともっと A だっていうのはしっかりと一歩一歩プロジェクトが進むにつれて価格上げるんじゃないですかうんまあ100円というフェーズはもう入ってきたんじゃないかなと思いますねうん。であのこの ADA を持たれてる方がどうやってね、あの、キャッシュアウトしていくのかってことをお問い合わせが前からありましたんで、ちょっと今日はそれを説明していきたいと思います。まあ、まずはですね、この ADA はほとんどの方がダイダルスっていうウォレットに入れてると思うんですけども、まあ、鎧でもいいと思うんですけどね。鎧ないし、ダイダルスから、まあ、代表的なのがバイナンスに移すことじゃないですかね。バイナンスに、まあ、例えばね、10ADA 送金するわけですよ。うん。で、そのバイナンスで、バイナンスの中で、 ADA と BTC とかをね、交換して、で、BTC をコインチェックとか、あとはビットフライヤーみたいな日本のね、取引所に送って、そこで日本円に交換っていう手順が、まあ、最も一般的じゃないですかね。で、他のルートも結構あるんですよ。例えば、海外銀行で、あの、暗号通貨も扱ってるところあるんですよね。もうそういうところを経由するとか、マルチカレンシーな取引所。 だからほとんどの暗号通貨を使っている取引所がありますんでそこに一旦移してそっからね今度はその国の銀行に現地通貨で入れるとでその現地通貨を日本に送金して、えーまあ、日本円にするとかねこういった方法があるんじゃないかなと思いますうんあとはやっぱりね税金のこととかすごく気をつけないと A だなんてのは今80円を超えたら確かねプレセールで買った人の含み益が、うん、最小単位でも3000万円ぐらいになってるんじゃないですか 10万とか15万で買った人の含み益が今3000万ですよ。3000万超えてますんで、多分これを決済すると、うん、まあ、課税は1500万ぐらいされると思った方がいいですから、まあ、ですんでね、あの、慎重にされてくださいね。で、税金を払わなくてもいいような形にっていうのは考えない方がいいです。やっぱりきちっと納税して、うん、暗号通貨はね、あのー、使う人はちゃんとやってるなっていうふうに思っていただかないと、 うん、本当にね、別のところで薬ぼっくりの日とかね。あとは、まあ、ごまかしていことはないんですよ。本当に、立派に稼いだわけですから、しっかりと払うっていうのはもこれ仕方がないですから。うん、本当はね、この暗号通貨も税制をもうちょっとね、FX とか株みたいに柔らかくしてもらって、で、やっぱりね、私たちの手元に、うん、まあ、資金が残るといっぱい使えるじゃないですか。うん、だからその、 使うっていう消費活動によって世の中を豊かにする、そういう風な、あの、インフレターゲットに貢献できると思うんですけども、課税されたらね、うん、だから使ってないのに目減り,めりするんで使わなくなっちゃいますよね。デフレが進んじゃいますんで、これはちょっとお願いしたいなと思います。うん。誰にお願いするかっていうと、やっぱりね、金融庁ですよね。あの、暗号通貨、暗号資産への課税をちょっと柔らかくしてくださいと。 これあんまりだよって話ですよね。2017年だったかな急に12月ぐらいにパパッって決まりましたからね。うん。まあこれだと、日本で決済してくださる方って減れるんじゃないですかね。海外のドミニカか、なんかね、ドアンゴ共和国かなんかわかんないですけども、それ聞いたこともないところで、現地通貨にして、そしてもう日本円にはしないみたいなことが起きちゃうと、そういうふうなタクセブの国がものすごくね、資産を増強するってことにもなるし、さすがにこれだけ儲かると引っ越す人も出てきますよ。 だって当時エイダーね、50万とか100万買ってた人って完全送り人ですからね。うん、まあどうなるんでしょうかね。皆さんはエイダーどういうふうにお考えでしょうか。では本日は以上です。